今日はですね、ミレイさんのショールームに来ております。もう少しですね、梅雨というなんとも憂鬱な時期がやってくるわけなんですが、憂鬱な気分を吹き飛ばせるようなアイテムがミレイさんにあるとお聞きしまして、今日は来させていただきました。よろしくお願いします。ミレイマウンテングループジャパン、マーケティング担当しております林です。よろしくどうぞお願いします。お願いします。簡単にですね、はい、ブランドのご説明を、はいはい、ミレイはですね、フランス、アネシーに本社を置く1921年、創業ですので、今年で103年になりますかね、の、フランスをベースにした、アルパインブランドになります。本社行くと、もう、もう社員の、大多数が、お昼になると、ランニング出かけちゃったりとか、週末になると、すぐ近くに、まあ、シャモニーっていうね、フレンチアルプスの、ベースがありますんで、そこ行って、トレッキングから、クライミング楽しんだりとか、また、本社を置くアネシー自体もですね、パラグライディング、もうすごく、盛んで、まあ、そういったもの、アウトドアのやるにはもうもってこいのフィールドですので、そういったことを楽しんでる社員っていうのがもう本当に多くいますね。フランス企画のものっていうのはね、今言ったシャモニー、フレンチアルプスっていうものをベースにしてるんで、どちらかというと垂直の世界ですね、アルパインクライミングっていうのをベースにしてるのに対して、我々、ミレイジャパンでは、日本の気候っていうものに合わせて、例えば これからね、梅雨の季節になってくると、まあ、フランスに比べると、まあ、高温多湿、結構ジメジメしたような、そういった環境に、ありますんで、まあ、それに合わせた、日本の気候に合わせた、日本の、登山に合わせた、まあ、そういった、形で、日本企画っていうのも並行して、開発してるっていうのが、まあ、ミレイの特徴にはなりますね。そちらの並んでるアイテムも日本企画で、ね、山とかで活躍できるアイテム、もちろん今日が、梅雨ジメジメっていうような、企画っていうことを聞いて、まあ、ここで紹介するのはもちろん、まあ、我々の、ね、日本企画を中心にした、レインであったりとか、まあ、撥水、まあ、そういったアイテムっていうのが一番この企画にマッチするかなと思って、ちょっと商品、はい、紹介する商品を選んでみました。これもうミレイの代名詞として覚えておいてほしいのが、レインウェアですね。ティフォンっていう名前、これは台風ですね。これのフレンチ名ですね。ティフォン、オリジナルの防水透湿素材を使った、レインウェア、これがもうミレイの、代表する、レインウェアであり、この企画で最初に紹介したいアイテムになりますね。ロゴなんですけど、昔からそのロゴでした、いえ、これ先祖返りじゃないですけども、昔はこれに似たロゴでした。全く一緒ではないんですけども、まあ、我々、昨年まではこれを、まあ、クラシックロゴって言ったりとか、トリロジーロゴって言ったりとか、まあ、そういった言い方してましたけれども、ここ数年ですね、もう少し丸みを帯びた、まあ、ロゴにを我々のブランドロゴとして使ってたということで、今年3月から、この新しいロゴに変わったっていうような形で、まあ、これが、新しいロゴ第1号っていうような形の、商品の、ラインナップ、今年がですね、ラインナップになります。一番の特徴はレインにない、生地の柔らかさですね。実際にもう本当触ってみてもらいたいなとは思うんですけども、生地が非常に柔らかい。レインウェアってやっぱり、イメージとしてはすごいこう着てゴワゴワした、イメージを持たれる方多いとは思いますし、まあ、そういう、意味で言うと、山の中でも、雨降らないと結局バックパックの底に眠ったままっていうような、そのぐらいやっぱりあのレインって、着心地が悪いっていう印象があるかと思うんですけども、この、ティフォンに関して言うと、それを全く感じさせないこの生地の柔らかさですね。まあ、それが、一番の特徴になります。同じような形で、裏側肌触りですね、こちらは、肌触りを良くするために、まあ、ニット裏地にしてるんですけれども、非常に滑らかな肌触りをしてますよという生地の柔らかさと肌触りの良さ、これが特徴のレインウェアになります。それからもう一つの特徴として、透湿性の良さ、抜けの良さですね、そうですね、汗をかくようなアクティビティをしたとしても、その熱っていうのをうまく逃がしてくれる非常に高い透湿性を持っているので、肌触りの良さ、着心地の良さ、抜けの良さっていうことでいうと、もう雨以外の時でもずっと着たまま、活動してられると
という、アイテムになります。ですので、山で、そうですね、その雨が降った時以外でも、非常に活躍の場が、非常に多い、レインウェアっていうのがこのティファンになります。この青色っていうのはね、どちらかというと山でも目立つようにっていうような形で、明るい色を指してますけども、実はこれあのレインウェアの中では生地の、展開も非常に多くてですね、全部で5色こんな形で結構普段でも、着てられるような、結構、落ち着いた、カラーリング、まあ、これに今僕が着てるようなこの、シャークっていう形ですかね、白に近い、そういったラインナップで、計5色で展開してるんで、まあ、本当に普段でも、使いやすいのかなっていうふうに思います。例えばそのアウトドアフィールド、そこまで接点がない方ですか、はい、まあ、だけどやっぱり雨は避けたいよねっていう方に何かおすすめないですか。まあ、そうすると、今紹介したティフォンが、防水ですね。あの完全に裏もですね、水を通さないように、シームが貼ってあったりとか、完全防水機能にあるのに対して、次紹介するのはもう少しライトな、形ですね。撥水機能、まあ、非常に優れた撥水機能を持った、商品っていうのがあります。まあ、これであるともう少し、普段使いであったりとか、あとライトアウトドアであったりとか、まあ、そういった、バリエーションのある、アクティビティ、まあ、幅広い、アクティビティに、お使いいただけるアイテムかなというふうに思ってます。で、そのアイテムっていうのがですね、僕が着てるこのシャツであったりとかパンツ、これがそうですけれども、我々の、撥水ウィンドシェルシリーズの、ブリーズバリアというシリーズになります。第1号はですね、もちろんやっぱり山で着るっていうことを考えて、このフード付きの、ジャケット、ウィンドシェルジャケットとして誕生したのが、始まりではあるんですけれども、やっぱりこの撥水の良さであったりとか、この軽さであったりとか、そこまで防水ほど、大げさじゃないこの機能性っていうのが、良くてですね、今着てるようなさっとこうシャツの T シャツの上から羽織れるようなシャツジャケットであったりとか、今シーズンからこういったショーツですね、水辺で遊んでもらえるようなショーツであったりとか、今僕が、履いてるようなちょっと太い感じのイージーパンツですね。9分丈、8分丈のイージーパンツ。まあ、こういったラインナップが増えてきましたよっていう感じですね。加えて、まあ、ここで、この、手軽さっていうのを活かしたアイテムとして、もう一個紹介しておきたいのが、巻きスカートですね。こんな感じの巻きスカート。雨って急に降ってくるんですよね。あと風って急に吹いてきて、このヒヤッとしたりとか、雨降ってきちゃったって言った時にさっとこう取り出してですね、さっと腰に巻いて、止めてもらうような、このこういった、ラップスカートですね、これ、バックで自分のウエストのところに合わせて両サイド合わせてもらうだけですぐに止められるっていう、すごいさっと羽織ってっていうような感じの巻きスカートなんですけども、これであれば、もう今履いてるパンツの上からさっと巻くだけっていうような感じで、防風、それから、撥水っていうような機能を得られますし、なんなら、そこら辺に、座りたいなと思った時にさっと引いてもらう、引いてここの上に座ってもらうっていうような使い方もできるし、はたまた上が寒いって言った時にさっとこういう形で巻いてもらって、あとケープのような形で使ってもらう、まあ、そんなような、使い方も、できる、ラップスカート、まあ、ここら辺とかっていうのもやっぱりこの撥水の、機能ならではというかですね、お手軽感、まあ、そういったものを、最大限に活かしたアイテムじゃないかなというふうに思います。これ後ろに、腰の部分にポケットがついててですね、こんな感じでギューッとするとこんな形ですごいちっちゃくまとまっちゃうんで、まあ、これカバンの中にポンと入れとくだけ、これも山行くに限らずですよね、普段出歩く時も、1個こういうものを、バッグに忍ばせていくっていうだけで、その、急な、対応っていうのが、できるかなという便利アイテムになってます。ちょっとこの、ブリーズバリアシリーズの、ちょっとこの生地の特徴、撥水の特徴っていうのをちょっと紹介したいので、まあ、簡単な、実験やってみたいと思います。はい、じゃあちょっと簡単な実験してみたいと思いますね。このブリーズバリアの、撥水の、良さ、それから、この撥水だけじゃない、機能性の高さっていうのをちょっと紹介したいと思います。
ここに用意したのが、ブリーズバリアですねの生地になります。これを、まあ、簡単な実験キットの、間に挟んで、上から水垂らします。まあ、これを染み込まないので、きちんと弾いてくれますよっていうのがまず一つですね。はい、こんな感じでもう下には全然一切染み込みませんっていう形ですね。はい、で加えて、下から空気を送るとどうなるのって言った形ですね。まあ、通常の、防風ですと間にフィルムが入っちゃってるんで空気通しません、通しにくいですっていうんだけど、このはい、このブリーズバリアに関してはもう本当に、微細な穴なんですけども、水は通さないんだけどもきちんと空気は通してくれる、そういった、非常に小さな穴が、前面に開いてるというような形なので、こうやって空気を送った時にきちんと、空気を、通してくれると。はい、これによって、まあ、風に関してはある程度防いでくれますよ。だけど、行動して、汗が、中が蒸れてきましたよって言った時にきちんと、その熱を逃がしてくれるっていうような形ですね。熱をこもらせないっていうような形です。そういう意味で言うと、もう撥水するだけじゃなくて、着続けられる撥水ウェアっていうような特徴を持ったのがこのブリーズバリアで、加えてこの撥水、実は表面に塗ってる、撥水じゃないんですよね。繊維の奥まで染み込ませた、撥水加工をしているので、洗濯を繰り返しても、それから表面が擦れて、表面の撥水が取れてきても、きちんと撥水機能っていうのを保ってくれる、耐久性のある、長い期間お使いいただける、撥水になってるっていうのが、非常に特徴になります。さらに言うと、こういうシャツとかだと縫い目出てきちゃいますよね。はい、はい、ここの縫い目から染み込んでくるんじゃないっていうような、そういったことも考えられるんで、我々、完全防水ではないんですけども、ここからも、水が染み込みにくいように、この、縫製部分に関しては、撥水する糸を使ってます。この縫い目からも水が染み込みにくい、そんな仕様になってます。トップス、はい、ボトムス、はい、紹介していただいたんですが、まあ、他にも何かそういった補正アイテムというのはあるもんでしょうか。はいはい、そうですね、ここに今日今用意した中で言うと、まずキャップですね。よいしょ。まあ、全色揃ってないですけども、こんな形で、キャップタイプがあります。ブリーズバリアに関しては、ベースボールキャップですね。こんな感じ。はい、でティフォンの方の、キャップは、ワークキャップのタイプですね。こんな感じのキャップ。後ろはもうドローコード、ドローコードですね。はい、どちらもドローコードで調整可能ですよっていう、まあ、こういった、キャップがあったりとか、同じく、ティフォン、よいしょ、ティフォンの生地のハットですね。はい、ブリーズバリアの方も、ハット、ブリーズバリアの方はハットも2種類ですね。通常のハットタイプと、あとこういったサンシェードですね、取り外し可能な日よけがついてる、ちょっとつば広めのハットと用意してます。こんな感じのハットのも、展開してますよっていう感じですね。はい、こちらの動画の撮影の冒頭からちょっと気になったんですけども、うん、何やなんか可愛らしいもの、あ、最後にじゃあちょっと息抜きですかね。なんかもうね、いろいろとなんかこう高機能ってね、機能ばっかり歌ってますからね、ちょっとここで息抜きというような形ですかね。これですね、実はまあ我々のアドバイザー務めていただいている北海道在住の動物写真家の佐藤圭さんが撮ってきた、これエゾシマリスですね。可愛らしい口の中に、餌詰め込んだ、もう頬張った、エゾシマリス。それからもう少し大きなサイズになりますけれども、こちらも同じく、北海道の動物ですね、エゾモモンガ。こういった、可愛らしい、北海道の動物たちを、その写真をですねレインカバーにしちゃいましたっていう形ですね。こういった可愛らしい、レインカバーなので
まあ、山で使うっていうだけじゃなくて、なんかこう街でね、梅雨時期に、自分の背負ってるリュックにつけてあげるだけで、なんかもうそのね、ジメジメとしたなんかこう鬱な気持ち、自分だけじゃなくてそれを見る側も、なんかこう、晴れやかにしてくれるような、まあ、そういうアイテム作りたいねっていうようなので、作ってきたのがこのレインカバーシリーズですね。やっぱ身につける側も見る側も癒されてほしいなっていうのがこんなアイテムですね。いやもうこれでもう今年の梅雨は全然怖くないですね。怖くないですね。ぜひぜひ皆さんもミレイのこのアイテムを使って憂鬱な梅雨の時期を乗り越えていっていただければなと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。